リモートキーバッテリーローって書いてあるね。多分これ、まあ、これですよね、リモートキー、ね、バッテリーローというふうに出てるんで、とりあえずですね、ちょっとね、バッテリーを、はい、交換、その前に電圧を測る、ね、そのあたりをちょっとやるわけでございます。はい、で、まあ、この交換はですね、サスなんとかチャンネルさん、ね、何ライダーチャンネルさんがやってますんでね、はい、で、まあ、これ出して、でこれを開けるんですけど、まあ、ここ爪でここでパキッてやれば開くっていう ね、こういう感じで、はい、でパッキン入ってるんで、パッキンはね気をつけなきゃいけないということですね。で電池はこうちょっとこう入れてこうはまってるんで、ちょっとこういうふうにスライドさせる感じじゃないですかね。そうすると取れると、ね、でこれ電圧測りましょうね、うん、やみくもに交換してもね、ちょっとね、ローって出ることは、まあ、もう少ないですよ。で最初に交換になるとこの辺にねランプがつくらしいんですよ、うん、ね、12V でちょっと測ってみます、はい、ね、待ってくださいよ。プラスがこっちなんですよね。そしてマイナスがこっち 2.93 3V だから気持ち下がってる ね、ローって出るわけだから。で新しく買ってきました、東芝製、東芝さ、東芝、前はねパナソニックが入ってましたね。これはね、インドネシア、ね、カリマカシ、ね、こっちは、チャイナ、ね、シェシェ、ね、そんな感じです。はい、よくわかんないです。適当なこと言ってね、全然違ったりして、はい、ね。なんとかシーってつきますよね、インドネシアの言葉はね。はい、面白い、うん、ちょっとね。狭い。だいぶあれでしょ。電池いたしましたよ、はい、ね、新しい電池は何ボルトあるんですかね、ちょっと測ってみますね、はい、あ、3.29R、うん、3.29R だからそう、ね、重要なんですよ。じゃあバッテリーを入れましょうね、はい、でバッテリーをこういうこういう感じですかね、ちょっと引っかかるね、はい、で、これをね、これただもうバチンってはめるだけみたいなんで ね、こんな感じ、はい、これで OKそしたらもう一回スイッチオン、スイッチオン、またついちゃったりした。あ、つかないですね、はい、そしたらエンジン始動、うるさいじゃん、うるさい、びっくり、こんな感じですいませんね、武蔵にびっくりさせてしまいましたね、はい、そしたらですね、これはとりあえず終了ですね、はい、バッテリーは交換いたしました、はい、これ日本語はね設定ないんですけど、なんでですかね、これ今英語でしょ、英語でしたよね。でこれ日本語の設定がないんですよね。であれないなと思って、うん、でちょっとあれどうなのと思ったんですけど、どうなんですかね。でこれスマートキーなんで、これちょっと遠くにね置いておきますよ。で、そのね、何ライダーさん北海道の方、ね、方ですよね、はい、チャンネル登録いただきましたね。だから私も登録して、はい、たまにねたまにチェックしてもね、もしかしたら何かね、有益な情報を話してるみたいなね、うん、で元ライトとね、なんかこう関係があるんですか、ね、でちなみにスマートキーってあるじゃないですか、ホブキーってね。でこれ例えばここで、まあ、つかないでしょ、赤が点滅して、いわゆる鍵がないですよ、だから電源オンにならないですよね、はい、で、まあ、例えばコペン、ね、コペン、ホブキースマートキーありますよね。それがなくてもう一個こういうのがついてるんですよ、メガキーが。で形違いますけどね、樹脂の普通の従来通りの鍵みたいなのがついてるんですよね。でそれでこう扉開けて乗って、でスタートスイッチあるじゃないですか、スタートスイッチのとこにその鍵を近くに持ってって押すとエンジンかけられるんですよ、コペンとか、はい、おそらく他の車両も、まあ、ダイハツは
同じような作りだと思うんですけどね、はい、スマートキーだと。でそれやらないと何秒間だっけな、鍵を開けてから何秒間の間にエンジンかけないと、けたたましい警告音が外にすごいもうなります、はい、だからすぐエンジンかけない、その場合はね、はい、でこれも同じようにそういうのがついてるって、そういう説明をね、はい、されてたんですよ。いわゆる、裏技じゃないですけどね、スマートキーが例えばバッテリーなくなっちゃったってね、でこれをしてもスマートキーの、 その通信ではエンジンかけられないという時に、どうしたらいいのかっていうね、うん、そういうのがあるらしいんですよ。でここじゃダメですね、シートの上からだとね、ダメです、はい、だから車種によってみんな違うらしいんですけど、多分この車種はシートの下にそれがあるんですね。要は、まあ、本来だったら例えばこの辺に持ってきてね、この辺に持ってきてやればいいんじゃないかなと思うんだけど、これはできないですよね。だからまずシートを開ける、でこれがあればシートを開けられますから、ここでシート、ね、これただね、樹脂なので怖いですね、はい、でこれでシートが外れると、ね、シート外れましたね、はい、よいしょ。そしてあ、ここらしいですね、ここのなんか丸いこの辺のところにこれを持って、この鍵を持ってきて、押すと、あ、スイッチ入るんですね、入りました、はい、でエンジンがかけられるという仕組みになっているんですね。で、あ、やっぱりこのキーレスライドフェイラーって言うのね、 Do not stop engine、 止めちゃダメよ、エンジンリスタート may not be possible、 よくわかんない、中にね、はい、まあ、これで要はそういうことだということだと思うんですけどね、うん、逆にこれじゃなくてスマートキーで、今バッテリーがついてるんで入ってるんであれですけど、バッテリーが切れちゃってね、エンジンここじゃかけられないときはスマートキーをここに持ってきて、でやればエンジンかけられるという仕組みのようでございます。でエンジン来ちゃうとまた一からやり直しですかね、まずこっちに持ってきてね、はい、うん、だから仮にバッテリーがダメだったとね、あの向こうの、 あの電池 CR20232 ですか、うん、それがダメだったとしてもとりあえずはエンジンをかけられるという仕組みになったんですね、はい、こっちのバッテリーが死んでたらさすがにダメだね、はい、メインのバッテリーがね、はい、というような説明を、サス成田さんがやられてますんでね、よろしければ。そして、サス成子さんも、一緒にこの電池の交換をやられております、はい、まあそんな感じのね、あると思います、はい、さあ、そしたらね、これもやってますね、うん、で、まあ、先ほどのあれですけどね、これでシートはここで開けられますね、はい、これだけですね、これでこう開けて、さすがにシートはね、ボタンじゃないんですよね、うん、でもここはボタンですよ、燃料タンクの、あ、ボタンというかこれで開けます、こうやって、ねね、でちなみにこれがなければ多分開かないはずなんですよ、ちょっと遠くにね、この辺に置いて、で、ね、こうやって開いてるんですか、開いてるじゃないですか、ね、キーレス、でここでキーレス、あ、ダメだよね、なんで開いちゃうの、ロックしなきゃダメなの、どれぐらい離してからダメなんですかね、ね、あとこれハンドルロックってどうやってますか、ね、こうやってロックってね、うん、ハンドルロックってどうやってかけるんですか、知らない、ハンドロックってどうやって開けるんだろう、初めてだ、ちょっと待って、あ、開かない時間かな、うん、時間ですね、開かない、なんか赤いのがついてる、消えた、あ、そう、触るとなんか赤が出ます、ダメだよ、鍵がないよ、触っちゃダメだよ、いけないよ、ね、そういう感じですね、はい、さあ、そしたらですね、あとエンジンオイル交換をさせていただいて、さすがに時間経ってるんでね、はい、で、これエンジンオイルどうやって交換するのかな、なんでそんなことを言うのかっていうと、ちょっとね、これは、あ、でもここにあるな、これって普通のオイルパンですかね、ドライサンプルじゃないのかな、ね、フィルターここにあってね、あ、下にどれについてるよ、こうやって1個ね、うん、1個しかないかな、たまにね、2つとかついてるのあってね、抜いてもこんだけしか抜けないんだなと思ってね、さあ、いや別に他にもどれがあるっていうね、嫌ですよね、それ、
ちょっとやる、ね、よし、そしたら OK かな、はい、とりあえずは、そしたら抜いて、下から抜いて上から向こう側から入れるだけかな、そんな感じですね。これフィルター返しちゃう、ね、エンジンね、アイドリングしてるみたいね、焼けてるからね、機械がね、はい、7キロだからね。で、こういうのどうやって見るかな、あ、レベルゲージで見るんだ、レベルゲージに入ってる、透明じゃないですか、全然汚くないですよ、こういう汚れてない、うん、まあ当然ですよね、はい、さあそしたら、うん、バッテリーも交換したしね、したしアイドリングちょっとアイドリングして、それからねオイル交換したいんですけど、この中でかけると店長びっくりするつって、はい、そう耳こうやって動かしてと思っちゃうんで、外でやりましょうね、はい、ということで R これ F だ、 F750GS、 はい、リモートキー、まあ、ホブキーのバッテリー交換、ね、電池交換をやってみました、いかがでしょう、ね、だから電池交換に今度はズーム引っ張るね、ズーム離すね、とんでもないね